海氷氷は水よりも密度が低いため内部に水を残したまま表面から氷結する。滝が凍結したもの。氷とは固体の状態にある水のこと。なお、天文学では宇宙空間に存在する一酸化炭素や二酸化炭素、メタンなど水以外の低分子物質の固体をも氷と呼ぶこともある。また惑星科学では天王星や 海洋性の内部に存在する高温高密度の水やアンモニアの液体のことを氷と呼ぶことがある。さらに日常語でも固体の二酸化炭素をドライアイスと呼ぶ。この記事では水の固体を扱う。熱い氷図は縦軸に温度、横軸に圧力をとった。1 g p a は大気圧の1万倍である。例えば1 0 g p a では 数百度という高温の氷セブンが存在することが読み取れる。結晶無色透明で六方小型の結晶を持つ。融点は通常の気圧で摂取0度。ただし圧力を変えることで相変化を起こし、結晶構造や物理的性質に差がある様々な高圧藍氷になることが知られている。この場合、我々が普段目にする普通の氷は、 氷愛と呼ばれる。2021年現在、圧力が高い状態において、氷中から氷ジックスまで発見されている。特に、極めて高い圧力下では、水素結合が縮んで、水分子の配列が変わる。このように様々な層が存在することを多形という。熱氷は特異的に凝固熱、誘拐熱が大きい。例えば誘拐するときに、 潜熱として 1kg あたり約8 0キロカロリーの熱を周囲から奪う。これは同量の水を摂氏0度から摂氏80度まで温めることができるほどの熱量である。雪を食べると体力を消耗するとして、感知では近忌とされている。また、氷表面の水分子は結合が不完全でベアリングボールのように転がりやすく、氷表面は滑りやすい。 この現象は2018年5月にドイツのマックス・プランク研究所の長田祐希らのグループによって解明された。氷点下の低接な7度でこの性質は最も強く現れ、スケート、スキー、カーリング、ソリなどはこの性質を生かしている。また、氷が溶け始めると逆に滑りにくくなる。従来、氷表面が滑る仕組みは圧力による面ので説明されてきたが、 像が表情でハイヒールを履いて立っても圧力は大幅に不足する。体積通常気圧において凍る際は体積が約11分の1増加する。すなわち比重が0.9168と小さくなり水に浮く。物質は温度が低くなるほど分子の振動が小さくなるため通常であれば温度が低くなるほど密度は大きくなり、従ってきそよりも 液槽の方が密度が大きく、液槽よりも型槽の方が密度が高い。このように型槽の方が液槽よりも密度が低い。物質は非常に珍しい。これは液槽の水分子が水素結合で強固に結びついており、型槽の場合よりも分子間の距離が小さいことが原因である。また密閉された状態で凍ると周囲の物質を押し出し、時に破壊する。 例えば岩の隙間に水が入り込んで氷になると岩を破壊する。生物の細胞も凍結すると破壊され、生物の凍傷や凍死の原因となる。陶器の寒冷地では凍結による水道管の破裂を防ぐため、夜間は水の規制を用いて水を冷気の及ばない地中に落とし、凍結を防ぐ。清涼飲料水類の管にも、 凍らせないでくださいという注意書きが書かれている。水に溶けた炭酸は水が凍ると気体として追い出されてしまい、炭酸水を容器に入れて凍らせると爆発する危険がある。不純物液体が固体になるとき溶解している物質は結晶構造に加わらずに濃縮される。冷蔵庫などで氷を作ると内部に白く気泡が残されるのはこのためで、気泡中には 溶けていた空気が閉じ込められている。一方、透明な部分は不純物が少ない、純度が高い水になっている。透明な氷を作るためには、なるべく純粋な水をゆっくり凍らせる必要がある。一般に、一度煮沸して、機体を追い出したり、大部分が凍結した段階で不純物が集まった、水の部分を捨てたりするなどの方法が取られる。冷蔵庫及び、製氷も、 山椒氷には河川や湖水の陶器に氷結したものを切り出して保存、利用する天然氷と機械によって製造される人造氷とがある。長らく人類は天然氷のみを利用してきたが、19世紀科学技術の発達により人造氷が現れると衛生面、コストの点で天然氷の利用は主流ではなくなった。 我々は打ち水をすれば気温が下がることを知っているが、これは水が気化する際に熱を奪うことによって起こる。機械による製氷も、気化熱による冷却と同様の原理が利用される。1748年、手回し式の減圧装置を用いることによる、ジエチルエーテルの気化熱を利用した製氷を、スコットランドのウィリアム・カレンが言ったのが、人造氷の始まりとされる1834年には、 エーテルを利用したコンプレッサー式製氷機の特許がアメリカのジェイコブ・パーキンスによって取られている日本では明治以降に外国人居留地で小規模な製氷が行われるようになり1883年東京製氷株式会社が設立されている飲料、食品など様々なものを冷やすために使われる人為的に冷却効果を得る技術が登場するまで氷自身が 唯一の冷却剤であったため、陶器や寒冷地にて得られた、天然氷を溶かさないよう保管する努力が講じられた。保管方法として、地下や洞窟の奥などに空間を作り、冷却効果を得ようと大量に氷を保管した。また、断熱効果を得るため、おがくずなども用いられた。日本ではこれを、氷室、英語では、アイスハウスと呼ぶ。歴史的には、 紀元前1780年頃のメソポタミア北部のテールカで使われた記録がある。昨今では冬に降った大量の氷雪を保管しておいて夏季の冷房に利用しようとする試みや気温が低く電力需要も少ない夜間に製氷しておき昼間の冷房に役立てようとするサービスなどが普及しつつある。氷防液及び EN アイスカッティングも参照、氷び ボストン氷も参照日本において、冬以外に氷で冷やした飲み物が飲めるようになるのは、明治になってからになる。中川貨幣という実業家が、明治4年、北海道、函館市で、初めて天然氷の採氷事業に成功したことに、始まる。貨幣はまず、富士山の山麓に500坪の採氷地を掘り、そこから約2000個の天然氷を得ることに成功する。 しかしこの氷は、江尻港までの8里は馬で、その後は小船を借りて、一般貨物の2倍の運賃で横浜まで運んだものの、横浜到着時にはすべて溶けて、水になってしまっていた。この後2年間休業した後、諏訪湖、日光、富山、青森からと、毎年場所を変えて氷を取り、横浜へと運搬したが、いずれも失敗に終わった。しかし、貨幣は、 諦めることなく、函館に渡り、6回目の採氷に挑戦した。この年は温暖であったため、わずかな氷しか取れず、250トンの氷を横浜に輸送することができたものの、採算は取れなかった。しかしこれに手応えを感じ、明治2年、函館の五稜郭の外堀を借り受け、亀田川の水を引き入れて7回目の採氷を行った。この七度目の挑戦にして、 やっと事業が成功。明治5年の新聞雑誌には、製評会の恩人、中川貨平の見出しで、と述べられ、その事業が賞賛されている。これまで、簡単に手に入れられなかった夏場の氷が、安く手に入るようになり、人々が夏場に冷たいものに触れる始まりになった。また明治7年の東京日日新聞においても、函館の天然氷採取が取り上げられ、 鉱石が賞賛されている。製氷事業は病人の熱冷ましとして、また暑い夏の飲食用として人々に歓迎された。1980年代から1990年代にかけて飲食店で業務用の自動製氷機が普及したため、食用氷順氷を扱う業者は販売不振に陥っていた。しかし、二千十三年にコンビニエンスストアの引き立て、 コーヒーが登場したことによって、再び食用氷の需要が上昇している。近年のかき氷ブームによる需要で、ふわふわ感が楽しめる氷として、またウイスキーをオンザロックで飲む際に用いられる、高品質で、ほとんど無味無臭の氷として、製氷工場で作られた純氷が求められるようになってきた。ザ王連邦の樹氷滝の水滴が凍結して様々な、 造形を形作ることがある。横に伸びた氷中一気圧の環境では、氷は摂氏0度以上で溶解して水になり、水は摂氏0度以下で凝固して氷になる。611.657パスカル以下の気圧では、温度が上昇すると氷が水蒸気に消化する。氷、水、水蒸気は十一点六五七パスカルの圧力。 273.16系の30点で共存することができる。加圧化の多くの液体は圧力が分子を固定することから高温でも凝固する。しかし、数の100波周辺の水の場合は強い水素結合によって摂氏0度以下で溶けている。この高圧化での氷の誘拐は氷河の移動に寄与すると考えられている。氷の結晶構造は 2021年現在20種の多型と様々な密度の飛翔室氷が判明している。対数線形図水の圧力、温度合図。青いソリッド部が氷。ローマ数字が氷の多型を示す。飛翔室氷飛翔室氷は分子配列の長距離秩序がないアモルファス状態の氷のことである。飛翔室氷は密度によって3つの形態に分けられる。 大気圧で形成された低密度飛翔室氷やより高い圧力で形成された高密度飛翔室氷および超高密度飛翔室氷である。宇宙空間では地球上で最も優勢な六方小型の氷は非常に稀で飛翔室氷が一般的である。しかし火山活動によって六方小型の氷が形成される可能性がある。氷の多形詳材は en, アイスフェーゼズを、参照一般的な六方象系の氷であるアイス1をはじめ、アイス IC、アイス2、アイス3、アイス4、アイス V、アイス6、アイス7、アイス8、アイス9、アイス X、アイスシー、アイス12、アイス13、アイス14、アイス XV、アイスザビ、アイス17、アイスザバイブ、アイスジックスの20種が発見されている。 2018年にはダイヤモンド中にアイスセブンが発見され、このことから国際鉱物学連合はアイスセブンを鉱物とした。ありがとうございます。